もさくんです、えー、今回はこちらのトミックスから出ました、えー、227系1000ダ台の均衡型電車和歌山、えー、桜井線の、えー、セット B っていうのを、えー、今回買ってきましたえっ、ー、ともう一つねセット A っていうのがあるんですけど、えー、それはあのー 霜取り用パンタがあるかないかなんですよね。えー、A が、えー、ないタイプで、でこの B が霜、えー、取り用のパンタついたダブルパンタのシャローになります。と本当はあの買う気なかったんですけど、やっぱ一応見,見たことあるので、やっぱり欲しくなりますよね。で、しかも、これ2両で、 9000ぐらいしました。ということは、4両集めようと思ったら、2万円ぐらい。ちょっと、財布にね、優しくない車両なんですけども、これ絶対 M 車の製品です。A も B も両方 M が付いてます。ということになります。で、 これ別に違いは、あの、広島のんとは、まあまあ、この帯の違いぐらいでしょうね。で、反対も見ていきましょうか。一応あの、セットの B と A を合わして、このように、4両編成でね、快速5条とか、あったんかな、もう。多分そういうのできるんかなと思います。 で、今、販売してるかちょっとわかんないんですけども、ジオマトの、えー、側面の行き先、そう、欲しいですね。あの、忘れてました。あの、今、上心とか、えー、全然空いてない中で、あの、模型や松原さんで購入したんですけども、あの、まあ、そういう、あの、ジオマトとか、そういう、グレードアップパーツはね、 今、販売してる店は開いてないので、もう側面はもうしばらくいいかなと思っております。ではではでは、開けていきましょうか。これですよ。もう側面だけ見てもしゃあないので、早く開けちゃいましょう。えっと、これ開封して、ええもう TN 化と、 あとは、あの、前の転落防止つける動画もそのまま作りたいなと考えております。こちらが中身になります。えー、クリアのえー単品ケースで一両ずつ入っております。で、説明書とか保証書絡みの後ろに このようにインレタが入っておりまして、車番が、一応製品ごとにこう書いてるんですが、こちらの品番98075なんで、こっちですね。これがあの、霜取りパンタが付いてる編成の車番になります。こっちはあの、セット A、ワンパンタの方ですね。 えー、今回使うのはこっちですね。で、ATS 表記と、えー、車椅子対応マーク。これめっちゃ入ってるけど、多分この車両に使うのは、多分4つぐらいなんかな。はい。と思われます。まあ、説明書はまた後ほど開けたいと思います。で、車両のこのケースの中にも。 ここに入ってますね、えー、行き先はこのようになっていますまあ、この辺は、えー、各自購入してからご覧いただければと思います普通を主に運用しているのでまあ普通しか入ってないですね まあこれで快速って思うまだ見たことないっすね。夕方の橋本駅とか行ったら、もしかしたら走ってるかなという感じになります。で、これの裏が、えー、ホロ。2種類ですね。これは連結用で、こっちが、あの、先頭に絶対立つ用のホロになってます。 で僕はもうこれ4両にしないので、両方ともこれ使いたいと思います。このちょっとぶったやつですね。これはあの黒いゴムの部分がない状態の連結専用のパーツになってます。で、貫通ホールですね。これはパンタグラフがない方。こっちですね。これにつけます。はい。 ではですね、早速、開けたいです。開けましょう。いきなり開けましょう。えー、このように、ビニールに入れられておりまして、ちょっと引き抜く必要がありますね。ちょっと慎重にやりましょう。はい。このようになっております。 で、こちらが、えー、227の、えー、雲葉、雲ハ227ですね。このようになってますと。帯は、本当にあの、広島の赤と違うだけであって、特に変わりないと思うんですが、この色合いは、ね、あの、綺麗に、 できてるかなと思います。どうでしょうか。で、えー、標準の行き先が、普通、T 普通和歌山ですね。で、パンタグラフ、これがね、えー、だいぶ、セット A、セット B で分かれるところの、 えー、特徴の一つですね。このようになってます。パンタグラフを、えー、両方上げて、冬、え、季、ー、運転しようですね。このようになります。で反対側も別に見たところ変わりないですけどね。あのワンマンのね、 ここの入り口出口みたいなそういう表記ができる部品ぐらいですかねはいこんな感じですねこれを後ほど TN カプラーにボディマウントの TN カプラーに交換したいと思います次いきましょう どっちも、えー、このシャロ、蜘蛛にはなるんですが、今出しているのが、クモ葉226になります。こちらですね。こちらは、えー、さっきのと違って、えー、パンタグラフはないですね、もちろん。えー、どういうことかと言いますと、まあ、0.5M ということで、 えー、この車両の 1M ではなく、この台車だけにモーター2つついてるということです。なので、両方とも雲葉、雲葉ということになります。なので、両線等のこの台車にはモーターがついてないですね。これは多分皆さんご存知だと思います。今ホロついてないんですけど、まあ、これはこれでいいかなと。 思いますそして反対見ますとこっちはトイレついてますで,できたらねこの 3D プリンターで出てるトイレタンクやりたいですねちょっと早よ手に入れてたらいいんですけどあのまさか買うと思わんかったんでやっぱり店で見たら星になるんですよねこういう新しいのって はい、屋根上、こんな感じです。アンテナもつける必要はないですね、この車両は。で、つまぶです。で、本来だったら、えー、このように、こっち、えー、対照的になっています、こっちとこっちはね、トイレ、絶対こっちついてるので、もう、あのいらないんでしょうね。 こっちは窓なしになってます。で反対も、この対照的に窓は、もちろんトイレなんでついてません。はい。えー、ドアの、半自動のドアのボタンも結構、表現良い感じになってますね。あ、でもボコってなってないから、まあまあ、ここは目をつぶるんかな。 で床下関係ももう前の227の時で大分土変われてると思いますのでこれは前から変わってないでしょうねもうこの辺はもう JR 西日本標準の床下なんで変わりませんね本当に違うのはこの帯ぐらいですかね最近は本当にあの共通仕様 の車両が増えてきてきね面白い日なくなっちゃったんですけどもやっぱこれからを担う車両としては、えー、結構かっこいいかなと思いますそれではですねいきなりなんですけど TN カプラーに交換するので、えー、このカプラーのポケットを、えー、切断しますこれあの 奥でね、この奥で行っちゃうと、この大枠割っちゃうので、もう極力もう車輪外して、えー、後でこの車輪復旧するようにいつもしてます。えー、車輪つけたままね、無理やり切っちゃうと割れます。せっかくね、これ導入したてなのに割ってしまうっていうのはね、 なかなか辛いんでね。これでパーツなかったら、もう本当に今でこそあの上心空いてないので、え、これ買った模型松浦さんにまた走らないといけないので、それはできるだけ避けたいなと思います。で、切った後のダメ、こんな感じです。もうあのパッと見、え、この切った後とかあんま見えへんので、このまま、 えー、斜めにね、刃を入れました。で、あとはティンカブラー、このままパチンと入れましょう。コストはね、ちょっとかかるんですけど、もうあの、作業時間とかね、えー、そういうコスパを考えると全然これでいいと思います。あの、実写っぽくなるんで、で実際ね、この、電車の、 この連結器ってこの車体にくっついてるのでこれが一番あのしっくりくるかなと思いますでさらに先ほど言ってました 3D プリンターとかでえ作られてるトイレタンクですねそれをえ合わせればもっとリアルになると思いますじゃあこっちの この動力車の方も切っていきたいと思うんですが、これはちょっとね、そのまま入れるのしんどいので、一旦このまま分解しましょう。片っぽの爪をちょっと押し上げるようにして、さっき外しました。で、パーツ自体はこんだけ、ここの、なんかひょろって出てる、こいつだけですので、 もう普通にこのままパチっていきます。もうあの、元ともと切れるように設定されてるみたいですね。こういう部品っていうのは。はい。断面はこのように残ってるんですが、全く問題ないでしょう。で、もう切れたんで、そのまま復旧します。 これで、えー、カプラーポケット切断した後、えー、復旧しました。で、今度は、あの、こっちにも TN つけるんですけども、あのー、余ってる TN だったので、これ、えー、昔の、えー、旧、旧型のバネですね。それを使用してる TN をつけたいと思います。ちょっと TN カプラってこの相性とか、 あるかもしれないんですけども、もう別にあの4両で走らせる予定ないので、えー、問題ないかなと思います。えー、っと、まあ、分岐器とかで、このこういう動きをしたときにどうなるかちょっとわかんないですけども、2両なら大丈夫だと思います。しかも動力車で、えー、重たいので、 この辺は問題ないかなと思います。はい、これで、中間、えつまぶの TN カプラー化完了です。一応、えー、この SP 型と Q 型、混在してしまったんですけども、もう、これは、あの、僕のクオリティです。あの、統一したいっていう方は、普通に6個入り買ってください。僕はもう、こうやって余り物を、 え、中間に掘り込んでいくことで、あの、コストを削減していっております。はい。じゃあ、えっ、ー、と、ホロですね、次。この、ウィングですね、要は。こっちです。まずはこれをやっていきましょう。この、貫通フォローは最後です。これは、一応左右、 の、えー、この L と R があるのでこれ一応説明書を見ながらやりましょうかはいえー、早速出てきましたこのようになってます L は向かって右、えー、R は向かって左ですね、えー、もう使う方だけ えー、デザインナイフで、えー、さっさと、あのー、刃を入れていきましょう。まあ、あの、道具箱開けたんでうるさかった申し訳ないです。えー、これですね。これは R。で、間違えないように、もう先に切ってつけて、切ってつけてを繰り返しましょう。 間違えて逆ついてたらね、かっこ悪いので。もうこれぐらいのでかいパーツだったら普通に僕、指で持ってやります。あの、基本、なんですか、僕、不器用なので。どうでしょうかね。ちょっと入りにくい。これね、225の2000。 5100番か。の時もこんな感じでした。めっちゃ苦労するんですよね、ここ。入ったかなはい。これで、えー、R ですね。R 入りました。L。向かって右です。上も入れていきましょう。 まあのこれ、あの、かっこつけてピンセットを使うのは多分僕的には邪道だと思います。ピンセットでね、ピンって飛ばすのをね、よく見てますので、僕はこのままお勧めしないかなと思います。 コツ、コツはもう、斜めに突っ込むぐらいですかね。はい。こんな感じですね。入ってるパチって言うはずなんですけどね。はい。 入ったらねあのー、感触違うと思いますはいこんな感じです今すっからかんの状態でこのまま下からこう入れるとこのスカートのパーツが外れないようにねではいもう中カチャって入りました、えー、最後にちょっと忘れてましたあの全と灯、えー、美灯 あとは行き先の確認を忘れてましたんで、ご紹介したいと思います。前照灯はこんな感じです。いいっすね。灯です。はい。こんな感じですね。微灯、やっぱりあの前照灯に光漏れ、ちょっとひどいかな。まあ、それでも、あの、製品化は、すごい嬉しいです。いかがだったでしょうか 227系戦番台、和歌山桜井戦仕様の、えーまあ、ダブルパンタの方しか買ってないんですけども、それの一応簡単な、えー、パーツ取り付けのご紹介兼ねて、えー、開封レビューしてみました。で、まあ、今後はあの2両足すつもりはないです。あ僕基本和歌山戦は2両かなと。 思ってますので、もう本当にあの、このダブルパンタで22、えー、がしたいとか <laughs>、なったらちょっとまた考えます。で、インレタに関してもまた違う動画で、えー、ご紹介したいなと思います。というわけで、今回は、えー、トミックスから出ました227系1000番台の、えー、和歌山桜井線仕様の セット B の開封レビューでした。画面の左上でタップすることでチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。また Twitter やブログのフォローもお願いいたします。